はい、こんにちは。プレイアートクリエイターの相澤です。本日ご紹介するおもちゃはちょっと変わったおもちゃですよ。それでは行ってみましょう。はい、これです。これ何だと思いますか？結構これ木の塊ですから重いんですよ。重いんです。で、これは明らかに、まあ、輪ですからね。車輪というか、動きますよね。ここにね、紐がついてれば、引き車っていう感じがするんだけども、もしくは、ここに棒がついてれば、押し車。ね。ですが、何もついてないから、まあ、これ、転がして遊ぶもんだと。ね。あ、よく見ると、ここに穴が開いてますよ。ここ切り替えてある。ね、わかりますか？穴があって、ここに書き込みがありますよね。はい。これについていたのはこれです。で、ね、これね、名前もわかんないんですよ。スタジオノートさんっていうところで、以前に、カラコロのブロック角っていうね、乳児用の玩具を紹介したことがあります。で、ブロック角は、今まだ売ってますし、とても乳児用のものとしてね、私は値段も安くておすすめしたいものなんだけども、これはね、調べると今載ってないからおそらく廃盤です。そして私はこの名前もわからない。名前だからここに、書いてあります。でしょうか。ビー玉飛び出しブロ、車っていう風にしました。ビー玉が飛び出す車というね。なんか名前があると思うんだけれども、カラコロさんのものです、これね。カラコロって書いてあるでしょ。だから、スタジオノートさんのかつての、製品。これ私ね、多分ね、15年くらい前かな。千歳空港で買ったんですよ。それ覚えてる。ね。千歳空港ですげえ変なものあるなと思って、引き車でも押し車でもないんだけども、はい、ここにビー玉が、はい、こんだけついてました。ね。ですから、これをこうして入れちゃうんですね。こうやって入れる。入れて、これをこうすると、わかりますか？ここから飛び出してくるんです。不思議なおもちゃですね、これね。飛び出すところはこうやれば見えるかな。こうして、こうやればね。こんな感じで、ビー玉はこの穴から飛び出してはまたこの中に入り。あ、こんなところに私のビアジェイのビー玉ありました。ね。私がもう大好きなビー玉です。これは大阪の松野工業さんのビー玉ですね。はい、これも混ぜちゃいましょう。もう大変なことになってますよ。はい。ガン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 。はい。これで、勝手に動けって言って動かしてもいいし、ここ持って動かしてもいいし、こうして持って重いけども、こっちを動かすのか。こうしてね、動かしてもいい。いいかな。この中入ってこなくなるんだよね、やっぱね。ビー玉入れすぎ？入れすぎですね、どうやらね。はい、じゃあこれはちょっとここ置いといて、これくらいかな、やっぱり。はい、これで、中入ったビー玉がこうやって出てくると。ね。対象年齢はいくつ設定なんだろうとかね。この重さはね、なんかね、こう、不思議なんだよね。不思議さが漂ってきて、でもこの飛び出してくる様は、すごく面白い。ね。ということで、アトリエノートさん、もしこのね、動画にお気づきでしたら、これのお名前を、ぜひ、製品名というか商品名というかね、廃盤ではあると思いますけれども、
まあ、ビー玉飛び出し車に仮に私がねしましたけれども、はい、なんか素敵な名前があるのかもしれません。ということで本日はカラコロシリーズの中のビー玉飛び出し車をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。